ジャンブリュワーは、アメリカ合衆国の政治家。第22代アリゾナ州知事を務めている。1944年9月26日に、カリフォルニア州ロサンゼルスのハリウッドに誕生する。本職は放射線技師。旧姓はドリンクワインで、結婚後アリゾナ州フェニックスに転居した。州下院議員、州上院議員、マリコパ軍管理委員会委員を経て、 2003年に州知事継承順位1位でもあるアリゾナ州州ストム長官に就任する。2009年1月に当時のジャネット・ナポリターノ州知事がバラク・オバマ政権の国土安全保障長官に就任するため辞任し公認の州知事に昇格する。ナポリターノの前任のジャン・リーフルと合わせアメリカ合衆国史上初めて女性が3人連続で 同一州の知事を務めることになった。州会員時代から通算して連続30人以上公職についている。保守派の知事として知られ、特に新移民法に代表される不法移民に対する厳格な姿勢や人口妊娠中説を支援する団体への公的資金の禁止など、全米でも強硬姿勢が目立つ知事の一人である。移民法は2012年6月に連邦最高裁判所で、 憲法違反を指摘され、事実上の敗訴となったが、大統領令に対し指示令で対抗するなど、その姿勢は一貫している。共和党に追い風となった2010年の選挙では、移民問題の姿勢が、保守派の支持を集め民主党のテディー・ゴッタード州、司法長官を下し再選した。ありがとうございます。